かしていい。あとこれとかも普通に使い。はい。いやもう始まってますからね。うん、はい。本当だ。はい。じゃあやりましょう。やっぱ綺麗だねこれね。ね。うん。襟がちょっとへたってませんか。大丈夫ですか。さあ。肩が滑る。うんうん。まあもういいんじゃん。いいよいいよいいよ。うん、もう早くやめてやってください。は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 い。すいません。お待たせいたしました。本日も遅くなりましたね。うん、なかなかね。それでは皆様こんばんは。はい、こんばんは。志摩ふじゆが丘店のミニインスタライブ、はい、本日もよろしくお願いします。さて、さて、まあ、今回のテーマは、はい、まあ、セットアップを着こなす、着回す、うん、着回しコーデですね、うん、着回しコーデ、はい、セットアップをいろんな感じで着てみようということですね、うん、まあ上下別々とか、はい、まあセットアップ自体も最初にね、こんな感じ綺麗に見てもらってっていう感じでやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そんな感じで、まあ1本目はこちらですね、はい、見て分かる方は分かる、綺麗綺麗、あのうちのオリジナルのウールビエラの生地の、はい、まあ、このパーカーブラウスと、はい、あとマーメイドライン、バッチバチのマーメイドですね、はい、のセットアップですね。で、この夏から秋にかけて大氾濫してきましたね、マーメイドラインね。マーメイドね、街中若い子たち3人に1人ぐらい履いてるね。そんなに4人に1人ぐらい。ああ、ちょっと、うん、ちょっと剣ではこうやって、まあ、そうそう増えてきましたね。もうちょっと緩い感じのね、もう少し誰でも履けるような感じのライン、ね、そうそうそう、シリマンとかもたっとして、うん、あの切り替えからのマーメイドラインももたっとしてるんだけど、うん、まあ、形マーメイドラインね、ですね、ドメインになってますね。ちょっと嫌だけど、で、その中でうちのマーメイドラインはだいぶ、はい、強烈、強烈にシルエットを、はい、もうタイトに、はい、ふらしてる感じのラインなので、うん、基本的にもう膝まではタイトスカートのシルエットですね、うんうん、バッチッと、うん、メリー、針が効いてるものなので、うんうん、まあ上はちょっとタフッとした感じで着せてますね、はいはい、まあ、まずはこれをメインとして、はいはい、まあ、ここからどう着回していくかっていうところですね、はい、うん、どうしましょう。メインっていうかどうしても着せたい、もうテンション上がるコーディネートがこれを使ってバッチリあるから持ってきたって感じじゃないか。いろいろ、はい、いろいろですね、はい、まあ、まずこちら、うん、はい、感じにこの上からもうこれも鉄板、王道、鉄板っていうかもう3週連続で出てるんでね、うん、だっていいもいいものはもうだって残念ながら自由が丘にしかないよこれね。え、何であるんでしょうね、はい、はい、まあこれはもう何度も見せてるので、いや綺麗じゃん、この感じはね、鉄板いいですよね、いいじゃないですか、うん、でこれが割となんて言うんでしょう、うん、そんななんて言うの、うん、上コンパクトなジャケットではないの、うん、意外とストンとラインの出るジャケットなので、うん、このタイトシルエットにバッチリ合いますね、うんうん、もうバチバチ完璧この感じ、うん、何でもないんだけどめっちゃ何でもある、何でもありますね、うん、まあ全体無地で芯作ってあるので、うん、こういうちょっと表情あるジャケット持ってくるといいですね、うん、すごくいいと思います、まあ、表情あるジャケット関連で言うとこちら、うん、はい、おー、またドキチューの持ってきましたねなんか1本目から濃いですけどね、うんこっちはマーク・ケインの、うん、これはダルメシアンのタッグかな、で、うん、ダルメシアンシリーズですね、本邦初公開、ブログでチラッと出ただけで、うんうん、
ライブでは見せたことがなかったので、はいはい、まあ改めて、はい、もうまあモドム用のかっこよさがあります、うん、出来がいい、うんうん、このオリジナルの上下と、はい、ダルメシアンをあの変化させてって、このマネキンで2通りのセットアップをコーディネートできるのか。そうですね、これもセットアップなので。そうですね、はい、じゃあ楽しみです。どういうふうに展開してくれることやら。まあいろいろね、はい、ちょっとどうやって組み立てようかっていうのを考え考えでやっていくんですけど、はい、うん、これ横のカットがね軽やかになってますね、ジャケットなのに。そうですね、これちょっと丸みの、はいはい、カーブをかけてますね。カーブにちょっと付け、はい、でここにマッケンって書いてあるんですね、はい、マッケンですね。でこれまあお襟が綺麗なのはもちろんなんですけど、うん、このなんかボタンとかすごいなんか高級感ビシバシの、うん、それもマークケインだ。これもマークケインって書いてあったりするんですけど、すごいです。でこのお袖、うん、取り方面白いね。そう、このお袖の取り方がなんかこうやって表裏で両方ボタンがあって、うん、はい、はい、拝みボタンっていうかね、ちょっとこうね、なんて紳士服のワイシャツとかこの拝みボタンって多かったの。そう、こういう感じで両面ちょっとドレスシャツみたいな感じですね、はい、まあ、なのでまあ普通の、はい、通常のこういうシングルみたいに見せるのもできますし、うん、って今やったような、はい、うん、拝んでるんですよね、拝んで、はい、ダブルに見せる、マークケイン様かっこようございます、おしゃれでございますって感じでね、ナムナムって、はいはい、まあこういう両面にすることもできるってやつですね、はい、まあ、この感じだったりとか、はい、まあいろいろかっこいい感じがあるんですけど、うん、まずこのせっかくスカートからやっていこうか、うんうん、スカートを生かして、はい、またこなしを変えてみようっていうところですね、はいはい、このブラススカートのセットアップのスカートをマーメイドのスカートを生かして上をさらっと合わせるのか、合わせるまでもなく着るだけで綺麗でしょっていう感じにするのか、さあどうなることやら、どうしていくことやら、はい、今日はですね、基本的にセットアップがこの秋冬、うん、マレーラ、イブルース、マーク・ケイン、カタログというかコレクションの 3,4 割を占めるほど、要するにこう以前でいうとこのスーツ、うん、ジャケット、スカート、ジャケット、パンツ、要するにコートまで入った上でのセットアップ、うん、これが本当に増えてきました。インターナショナルな流れとしたらセットアップが圧倒的にこの今後増えてきそうです。というのはどうなんだろう、ファッションがもう少しきちんと化してくる部分がすごく明確な感じがしてきましたね。いや、要するにきれいめにきちんとしたファッションにモードは移ってくる感じです。なのでこのセットアップはちょっとずつ意識して見ていただきたい部分が強い思いです。それとスポーツタイプのやっぱりこう2通りラインがね、エレガント系に限らずセットアップは増えてきます、間違いなく。そしてスポーツラインはまた全然ジャンル、うん、同じくくりの中で完全にスポーティーなもの、そっちのラインと2本ですね、ファッションの流れは。らしいです、はい、まあ、ということもなんか聞いておくと、なんかまたそういう見方ができて面白いですね、うんうん、あ、きれいきれい、これはいいんじゃない、とっても良い。またちょっとこうすると雰囲気が変わって面白いかなって思います、ね、うんうん、タルタルーガ、タルタルーガです。これめっ
ちゃくちゃさ、いちご店のクマも、モッチーさんも、うん、ここも3店舗、すっごい気に入ってるんだけど、まだ動いてないね。あ、本当ですか、うん、なんか色違いとか出てませんでしたっけ。あ、色違い売れた。あ、そうですね。一番抑えのこの色がね、そっくりまだ。ベーシックな方が残ってる、うん、まあ、シマークラシックでいいんじゃないですか。はいはい、そうです、そうです。そう、これは、うん、素敵。ね、なんかちょっとここの黒がまた効いてるんですよね、うんうんうん、ちょっとこれネックレス外して、うん、よいしょ、すごくいい、なんでもないのにすごくいい。そう、すごいなんでもないんですけど、はい、さっきも最初に言ったようにこのスカートのシルエットが割とほんとタイトなので、うんうん、ちょっと上をゆったりと合わせられる感じで、うんうんうん、合わせていただくと、うん、なんかすごいもうメリハリ効いていい感じなのかなって、うん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 、で、ここがもういいここに分量持ってこれてるの、うん、黒の分量、うん、ここになんかちょっとワンポイント柄のある感じ、うん、またすごいちょっと楽しい感じにできたんじゃないかなって思いますね、うん、で、これ背中ポイントなんですよね。ね、ね、ね、これがかわいいって言ってみんなで、うん、そう進めてる割にどこも出てないんだ。そう、まだ出てないんです。でもこれは一気になくなる。こういう感じで、お背中が、うん、おしゃれだもん。ここに合皮の樹脂コーティングか、はい、の、 あのパイピングで取ってあって、そこの間に生地があってて、背中はこういうリボンの使いになってるんですね、はいはいはい、この感じがまた、うん、そのリボンが嫌っていう方はリボン切ればいいです。まあそうですね、切れば前と同じ表情になりますからですね、はい、豪快に豪快に。そう、リボンもなんか可愛らしい感じかなと思いきや、うん、結構かなり大人っぽいデザインになってるので、うん、そんな変に可愛い可愛いみたいな感じにならないですね。うん、うんうん、いい感じに収まったんじゃないでしょうか、うんうんうん、とっても普通で本当に何でもない普通なんだけど、全然何でもない、うん、何でもなくない普通じゃない。そう、異常ってわけじゃないけど、なんかいいと思いませんか、皆さん。力みはないの。でももうシルエットそのものがエレガント、女らしい。ね、ちょっといかがでしょうかっていう、うん、はい、いいと思います。またこのスカートも使いの見え方が変わると思うので、うん、最初のパーカーと、はい、よいよい。でこの辺ってどうなんだろう、うん、着せてみたらいいんじゃない。ちょっと、うん、まあ着回しなのでいろいろ着せてみようと思いますね、うんうん、せっかくなんで今回あのこのマルチボーダーのきれいめのボーダー、うん、マレーラでも似た感じの配色をやってて、ね、このフライガールもやってて、うん、ちょっとね、やっぱりこうピンク、ショッキングピンク見逃さないでほしいです。結構見逃してほしくないポイント多々ありますね、この秋冬。見逃しちゃダメって、うん、色だと本当にピンクが象徴的な感じにします。なんか目につくところありますよね。目につく、はい、でピンクが好きな人が好き、ピンクが好きな人が好きなピンクっていうわけじゃないね。ピンクに普段あんまりこう興味関心がない人に対しておすすめしたいピンクです、うん、ああなるほど、うん、甘くないんだわ。確かにね、うん、こういう感じもまた全然違った雰囲気で楽しいかなと思いますね。それだとなんか帽子、ベレー帽かなんかかぶせたいな。あ、なるほど、はい、ちょっと首元が、はい、そうです。はい、ない、うん、あ、いいじゃん、よいよい、とても良い、収まりますね、はい、
ちょっと待ってね、写真撮らせてください。ああ、急に、うん、ブログに使いたい。ああ、そのぐらいいい感じ。自分の欲そう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 楽したい。はい、綺麗です。はい、良いですか。はい、良いです。とても良いですね。こうするとまたもっと普段の感じ、はい、下すごい切れ目にできてはいるんですけど、はいはいはい、もっと気軽な感じで着ていただけるのかなって思いますね、はい、こうすると、うん、もうよかったらどしどしコメントいただけたらと思います、はい、求めるの求めたい、うん、ないところに求めてもしょうがない。そうか、うん、どうしてもこうコメントしたくなるようなライブにしないとダメじゃん。じゃあいっぱい問いかけるね。問いかけた。もうまた大胆に。このくらいまでは行っていいのかなって思いますね。うん、全然いいと思う。例の。全然いいと思う。じゃないよパーカーですね。うん、いよいよなくなる。個人的にはこの感じが一番面白いと思う。普通にね。そう。うん。最初の印象から言うと本当上は綺麗めに合わせなきゃいけないのかなって思うのかもしれないですけど、いやいや、こうやってここまでは、はいはい、おしゃれやっていくと本当、うん、いやいや、もっと幅広く楽しんで、うんうん、気合い、おしゃれ、うん、いいと思います。で、全然気負わなくていいじゃないですか、この感じって。いいと思う、いいと思う。うん、よいよい。そう、この感じで、うん、まあちょっと上黒っぽいのばっかりで合わせてますけど、うん、まあやっぱり黒黒で、うん、合わせた方がまあまとまりついて、うん、まとまりついた中でちょっとこういう遊びの部分があると、うんうん、ちょっとカメラ隠さないでください、手で。あいい、すごくいい、はい、はい、うん、こうした時にはもうさっきのコマカちゃんバッグでもいいし、ちょっと大きめのバッグで思いっきりカジュアルダウンしても面白いかもしれない、ね、こういうバッグでいいし、うん、それだとね、行儀よく収まるけど、せっかくこう着方を崩してるから、なんかスポーティーなデカバッグ、うん、そのぐらいでいいね、こんくらい、うん、やば、冴えてるじゃん。今から営業始めた方がいいんじゃね。今から深夜営業してます。そうそう、深夜営業したらガンガンに売れるんだよね。電車止まってて誰も自由が丘来れない。うん、県人の方たちに来てくれて、この感じだったらかっこいい。そう、この感じでちょっとお勧めしたいですね、うんうん、すごくいい、とても良い。なかなか我ながらよくできてる。うん、ほんと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 、そんな感じで、うん、まあこのスカートはもういろいろ、本当最初の、まあ最初もちょっとパーカーだからあれですけど、うん、なんかブラウスの綺麗めな感じから、うん、もうこういうニットからトレーナーまで、うん、結構幅広く使っていただけるので、うんうん、割と、なんでしょうね、着こなしあんまり気にしなくていいのかって。そうそうそう、マーメイドがどうのこうのっていうより、うん、もうプロポーションだけですね。裾にこう動きがある、ドレープ性のある感じの女らしいんだけど、うん、普通の感じ、足元を、ショートブーツにしてることによって全体、うん、ちょっと動ける感じのファッションになるので、動ける感じっていう躍動感を持たせた感じで、このジャナイオグッチ、うん、ジャナイオパーカーね、ジャナイオパーカーね、スポーティーな感じで合わせたこの全体の分量感がめっちゃかっこいいと思います。はい、いかがでしょうかね、皆さん ね、問いかけたいです。私はそれ着こなし好きじゃないという方もいらっしゃるかもしれない。まあそれはもちろんね、うん、あのエレガントにこういうスカートはやっぱり上も作りたいとかね、うん、それももう当たり前のように、それが正統派。そうですね、うん、もうちょっとこう、もうちょっとファッションを楽しみたいわっていう方にはこういう風に思いっきりカジュアルな感じ、パーカーとかを合わせてもらうと、うん、少しこう脱力感を持ったものすごいファッションのなんかこう分かってる人みたいな、ファッショニスタみたいな感じがしますね。ちょっとこう、うん、ファッション慣れした人、うん、悪く言うと本当にこう、もう本当に
あらゆるものに対して、はい、もう反応を好きれてる人全然悪い意味じゃないじゃないですか、うん、超うるさが立ってる、あ、うるさが立ってこない、うん、力みがないじゃないよパーカー、早く来たいなって来てください、もうそろそろ行けますよ、うん、もう行けますよね、この感じ、下をね、おそらくプリーツスカートとかロングスカート、うん、サーキュラー系の思いっきり、うん、あの分量のあるスカートにこのジャナイヨパーカーとかトレーナー系を合わせてもいいと思います、うん、普通のトレーナーだと分量感がちょっとつまんないんですけど、うん、このジャナイヨパーカーの分量感十分に遊びがあるのでですね、うん、その遊びをひっくるめて下をエレガントにすればするほどこのジャナイヨパーカーは効果的だと思いますね、よりなんかこのラフさのある感じ、はい、うん、本当、まあ、まさにユニセックスで男でも着れる感じのパーカーなので、うんうん、そこにこういう女性らしさの部分を含めていただくとなんかより際立つっていうか、かっこいいもん、でこれでフードをかぶるわけじゃないけどね、うん、フードをちょっとやんちゃにかぶったりとか、うん、とか、うんうん、その感じもかっこいいし、うん、でフードはフードとしてそのまま戻してフード、襟周りはフードなんだけど、これであのさっきのベレー帽をかぶっても絶対かっこいいです。フードがあのストールみたいな感じの効果になりますのでね。うん、まあ、首元の立体感を取ってもらって、うん、っていう感じですかね。はい、うん、まだ暑い、来週ぐらいには。あ、そうですね。気合いで来ましょう。ね、ねえ、うん、まあ来週は絶対着れますね、もう。もう早朝とか夕方だと着れる感じなんですけどね、うん、日中だけ暑いですね、あ、いい、うん、あ、いい、いい、そういう感じで、はい、じゃあまずはここから変化させていくんでしょ、うん、これでひとまず終わりということで、はい、まずお値段いきますね、はい、はい、こちらのこれいいね、このコーディネートね、ね、これなんかすごく、うん、とても良い、たまにコドキ君大当たり、今日の最初は冴えてますね、うん、よし、こちらの、まあ、ウルビエラのマーメイドラインのスカート、はいはいはい、こちらが 23,100 円です、はい、お手頃です。でこっちのグッチじゃないよパーカー、うん、はい、なんちゃってじゃなくてじゃないよですね、はい、ライセンス取ってます、はい、こちらのパーカーが 13,200 円、はい、13,200 円、当然じゃないよパーカーですから、あのパーカーですから、うん、普通にデニムとかでもバッチリ、まあデニムでいいですね、うん、はい、はい、もうそれで全然いいんですけど、こういう感じのね、ちょっとこうエレガントな感じのスカートをボトムに合わせるとまた雰囲気が全然違って楽しんでいただけるかな、ね、おしゃれです、うん、でまあ、はい、フレアでいいし、こういうこのタイトのシルエットにはもう抜群に合うので、うん、なんか普通のペンシルタイトのスカートとか、はい、まあ、合皮のタイトスカートとか、はい、そういう感じで合わせていいですね、はい。でこちらのフライガールのマルチボーダー、うんうん、こちらが、はい、28,600 円になります、はい、はい、28,600 円、特にこの秋冬から来年にかけて、うん、ショッキングピンク、ピンク、はい、あのチェリーピンクとかはあの苦手なんであれなんですけど、うん、ショッキングピンクイメージしといてください。まあ、ショッキングって言ってもそんなショッキングのなんか派手派手しいピンクではないです、うん、なんか結構使いやすい、うん、一昨日ほらわざわざ来ていただいた方がマークピンのショッキングピンクのダウン、はい、うんうん、ロングベスト、はい、今回黒だったらもう鉄板だったんだけど普段絶対着ない色なんだけどって言って着たらあまりにもシルエットがかっこいいって言って、うんうん、あー着てみるって言ってね、ちょっと買っていただいて嬉しかったから、あ、ショッキングピンクまではいけるのねっていう、うん、いけますよって、そんな感じのやり取りがモッチーさんとあったみたい。なるほど、うん、特にまあ流れの中で目もそういうショッキングピンクの感じがよく見えるように、そう、はい、そういう流れで着てますね、うん、でこちらの前後で、はい、こっちが前ですね、はい、こうやって、うん、合皮のパイピングしてる感じのこちらのニット、はい、白をこうやってリボン使うんですね、はい、こちらがいや、これはもう本当におすすめね、17,600 円です、はいはい、これもあの分量、ボトムの分量感選ばないですよね、大分量のロングスカート、フレア、うん、ギャザー、タイト系、
全部ありますですね、はい、でもちろん細身はもちろんっていう感じですね、はい、言わずもがな、はい、まあ、レギンススパッツみたいのを1枚で合わせるにはちょっと抵抗ある方いらっしゃるかもしれないけどね、うん、あとそちらのフードこちらのフードのブラウス、はい、こちらがウールビエラのブラウスですね、はいはい、ウールビエラこのスカートとセットアップになるっていうやつです。いいですよ、これ。はい、上等なものです。こちらが2万3100円になります。はい、はいはい、そんな感じで、はい、全然サクッと終わんないな、うん、でこの後そのウールビエラのフードのブラウスにこのね合わせがねいいのよ。ちょっとスーパーグッドなコーディネート見てください、ね、もう何でもないんですけど、先日のライブで、クマが着たフォッシーのスカート、うん、このブラウスにそのスカートを合わせましたね。え、あの感じはもうバッチリかっこいいですよね、はい、最近小時新谷コンビが面白いコーディネートとかを自由が丘で展開してて、このコーディネート、新谷コーディネート、小時コーディネートのダーサイト、ほぼ新谷コーディネートですけど、うん、ちょっとね、期待してくださいね。もう皆さんイメージしてると思いますけど、このフードのブラウスに、クマの履いたあのフォッシーのスカートを合わせるという、離れ技に近いんですけど、普通にすごい素敵なので、見てください。まあ告知とかで見せちゃってるんですけどね。なんでなんででも やっぱりいいので、素晴らしいんですこれ。皆さんこのスカートを、はい、皆さん見ていただけたでしょうか。目白とかやっぱりいいですよいいなんてもんじゃないのよね、うん、ちょっとさっき全然関係のない話なんですけど、ミラノとイタリアのマレーラをやってるセレクトショップの方たちから割とあれが入るんですよね、視聴とか。あら、ありがとうございます。インスタのね、うん、写真とかに何も求めてないんですけど、結構気に入ってもらってるみたいで嬉しい、うん、下をいっぱい履き替えさせるっていうのはマネキンだと難しいですねいやいや大丈夫大丈夫、皆さん見てくれる。このね、先日クマはこれにオリジナルのあのクシュクシュエリの半袖のリブニット、はい、あれはもう完璧に王道中の王道、うん、あれはもう王道とパーフェクトコーディネートだと本当に確信しているんですけれども、うん、それに負けない感じで、これは王道ではないんですけど、コーディネートを着回しとしたらもう最高に面白いかっこいい感じができたねって、うん、激褒めですですね。単にブラウスにスカート合わせたっていう、このスカートにブラウスを合わせたっていうだけではないですね。このフードのカジュアルな感じ、これをこのスカートに合わせて、下をチマーク、もうチマークの
セオリーですね、コーディネートのショートブーツですね、はい。もうこの感じは襟のカーブ開いて上も綺麗にそう抜ける感じでいいから、そう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 、それその感じでいいや、うんうん、これも帽子ありかな、キャップあり、帽子ありそうですね、うん、いいじゃないでしょうかね。ちょっとね、ちょっとこの感じ、また全然そう雰囲気変わって、はい、いいですよね。なんでもないんですけど、これにフードを合わせた、本当になんでもないんですよ。でも合わせるべくはいっぱいあるのに、うん、あえてこのフードの要するにこうブラウスを合わせたっていうところに、この全体のかっこよさ、おしゃれさが現れておりませんでしょうかね。ねえ、はい、ちょっとこれは、うん、いいですよね。疲れたみたいな、いかがでしょうかみたいな感じですよね、うん、でまた最初のこのマーメイドラインと、はい、ま、全然雰囲気変わって、うん、この光沢のそうバッチリなんだよね、柄とね、うん、でこのふわっと、うん、ちょっと張りのあるシルエットの、はい、このスカートの感じで、はい、もうウエストはビシッと引き締めてもらって、うん、で上をちょっと抜ける感じですけど、うん、そうですね、ちょっとこれ皆さん見事じゃないですか、うん、なかなかこう寝れた感じっての人っていないですよ、ここまでファッションにね、なんかね、すごい思いの乗る感じの、うん、そう思います。まあ俗に言う超ファッショニスタですね、これはね。見てください。そう、その襟の抜け方といい、うん、このところの暑い日中でこの着方、うん、さらっとしてもらったりしたら、にくいっす。ねえ。はい。で、ほんとこの、ほんとこのブラウス1枚だけなら全然涼しく着ていただけるので、もうこの感じで、うん、もう割とすぐ使えるのかなって。うんうんうん、あとはベルトが熱いかどうかくらいの感じですね、うん、大丈夫、大丈夫かな、おしゃれのためだったら熱いのなんか平気、じゃあ明日からそう気合で普通に気合いらない、これだったらね、うん、ぜひ着てほしい、そうすごい全体上品にまとまってるんだけど、うん、この抜けた感じ上の、はい、で合わせていただくのがいいのかなという、うん、ちょっと待ってくださいね、はい、写真いただきます、はい、とっても良いのよ。さあ次行きますか。行きますかね。うん、写真撮ったから。またこの1本で時間かかる。だいぶ使っちゃいましたね。うんうん、まずは単純にもうこの辺は、まあ、デニムでいいし、うんうんうん、まあ、こういう。うん、それはもう絶対かっこいい。ピンタックのいつものパンツ。うん、はい、こっちはあのカーゴ付きの、うんうん。うん、かっこいいです、かっこいい。こんな感じで着てもらって、はい、バッチリかなっていう。はい。と思います。はい。いい感じですね。白もいいね。ねえ、そろそろ。いい。はい。またこの白もいいですよね。はい、バッチリです。今バッチリです。今はこの感じなのかしら。どっちでも大丈夫です。はい。はい、うん。じゃあ次行きますか。どんどん時間を使ってしまって。うん、まあ、あのお値段いきます。うん、こちらブラウスが23,100円。はい。で、こちらの。このスカートがいいよね。スカート。いいんですけど、けどいいんですけど悪いの？いや、お値段がね、お普通にスカートでこの値段って高いんだけどね、うん、このスカートでこの値段ってめっちゃ安いよね。そう、すっごいなんかお買い得感のあるお値段で、うんうん、こちらのホッシーの、はい、アンビリーバブルスカート、うん、綺麗。あれ、値札どこ行った ?29,700円ですね。で、合ってますよね。いや、わかんない。僕も確かその値段だったとは思うんですけど、一応見とこうと思って。はい、あ、29,700円ですね。はい。はい、よかった。うん、これ、本当に、本当にかっこいいと思います。エレガントでかっこよくて。うん。しかも、軽快な感じ。
なんかね、そのスカート大好きですって。いいですよね。ちゃんさん、うん、なんか普通に 4,5 万台のスカートに見えますよね、うん、こういう感じで先日熊が来たね、リブのあのクシクシ襟、はい、あれは先ほども言ったんですけどね、はい、もう100点満点って自負してるんですけど、うん、このフードのブラウスで合わせたシンコの感覚っていうのはちょっと本当に刮目ですね。ですね、うん、いい味してる、センスいい。この感じはバチバチかっこいいです、はい、あ、シンコって言ったら分かんないけど、新谷さんね、新谷さんね、はい、この感じで、はい、じゃあ、はい、次、次、はい、早く行きましょ ましょう。どれだどういう順番でいこうかなっていうのが全然頭の中に入ってないんだけど、こんな感じで、はい、高い船のね、一番簡単なトルソンですね。簡単に、はい、ちょっともっちゃん風コーデ、はい、もっこコードコーデ、もっちさん風、そう、もっちさんそれだだって今あれだもん、ノースリーブの T シャツ、ノースリーブの気合入ってますよね。なんつったっけ、あの男の人、んほら、お笑いの、お笑いの、うん、なになに、ほら、ベストを裸で着てる人、あ、スギちゃん、あ、そうそうそう今さらスギちゃんやってますよ、もっこ、ね、ノースリーブの T シャツにこのジレ着てね、そう、すごいっすよ、元気ですよね。そう、本当に、あ、こちらの、はい、贅沢です、マーク・ケインのこのタイトスカート、はい、うん、先ほどのダルメシアン柄の、うん、そっちから着せるべきだよね、ね、失敗したね、うんうん、失敗しました、はいはい、こちらのジャケットがセットアップなので、うん、はい、失敗した、はい、ダルメシアンのマーク・ケイン、この秋冬ダルメシアン、本当におかげさまで評判良いです、良いですね、うん、いろんなダルメシアンが、うん、で、あの、あそこのダルメシアンもめっちゃ人気だしね、あの、なんだっけ、セミクチュール、あー、セミクチュールのね、うん、あれもだっていいんですもんね、なんかダルメシアンの流れってあるんですかね、うん、よくわかんないけど、なんかあるんだわそんな柄とか服作りで被らなさそうなのに、うん、これは先ほど、紹介したジャケットですね、はい、何を隠そう、こちらはセットアップなんです、もともとね、ですね、うん、実はこのね、ちょっとしたフィット感と多少のこのゆるさ、うん、いい感じでしょう、そう、下のタイトスカートの感じ、うん、結構このジャケットがゆるっと、うん、そうそうそう、ゆるでもこの生地感であのヘナヘナヘナってならないので、うん、このシレとゆるっとしたのがシャキッと決まってるっていう、うん、これはもう正々堂々とこの感じがいいね、うん、もうこれはかっこいいですよね、うんうんうん、この上からベルトを締めたりとかいろんな着方もあるんだけど、これパフって羽織ってるぐらいがいいのかなと思います、うん、もうこの柄でインパクトあるし、うん、なんかこういうボタンのところ、うんうん、ボタンだけでも結構主張あるんで、うんうんうん、ウエストまでマークつけると結構ゴテゴテに、もうそれだけでゴテゴテになりかねないので、この感じでおすすめします、はい、でウエスト、ね、生地も綺麗なんだよね、ちょっとダンボールニットみたいな感じの上物、うん、はい、ウエストもまた綺麗だよね、ウエストもここマークケインって書いてあるんですけど、はいはい、ちょっと見えないか、見える、見える、あ、見えますか、うんうん、見える見える、大丈夫です、うん、なんかかっこよくないですかこれ、もうこれ王道にかっこいいですよね、うん、スタンダードになんかそう、このまんまでいい感じだよ、うん、おしゃれってこれ着せたらこのジレ着せづらいんですけど、うん、いやいやいや、おしゃれ、まあ、こ
ういう感じで、割とまあ柄のインパクトが強いので、うん、他の部分はもう無地で、うん、もうまあ王道の鉄板の合わせなんですけど、うん、無地の黒の感じで合わせてみました、うん、画面越しには少しピンクがかって見えるんですけれども、黒、ね、あ、そうですか、うん、これはモカブラウンですね。モカブラウン色の表現がどうも適切じゃないか、私。まあでもそのくらいですかね、うん、ピンクっぽい感じはないですね。ないよね、あの写りがね、少しピンクっぽく写ってるんですけど、うん、ピンクっぽさは一切なくて、モカベージュみたいなね、ベージュみたいな、うん、はい、ミルクティーみたいな色。そうそう、ミルクティーだあのそう、色に詳しい皆さん教えてください。はい、今あんまり詳しい色言っても、うん、ピンとこなかったりするかもしれないので、分かりやすく言うならミルクティー、うん、はい、これにそのジレね、そう、これに、はい、このジレの感じ、うん、モッチーさんコーディネート、コーディ、うん、別名杉モチヅキみたいなね杉になっちゃった、うん、杉さん元気ですよね。これで本当に腕出してきてますからね、半袖じゃなくてノースリーに合わせてます。やばいよね。こちらの、まあ、ロングジレの感じで、うん、今日は上位がまたね、はち切れた感じの格好してたけどみんな元気元気いっぱいですね、うん、先日お客様が島区の皆さんおかしいとか言ってたよいい意味で、うん、いい意味でよ若い、しかも元気って、うん、若すぎる若しいっていうことですね。そうそうそう、このロングジレがまあ段ボールニットなので、うん、このちょっと、はい、このマッケも結構上質の、うん、まあ、少し段ボールニット風の風合いがあるので、はいはい、まあ、この合わせは全く違和感なく着ていただける、はい、でよりこのスカートのダルメシアに注目していただきたいのに、もう全体無地の感じで合わせて、うん、まあ、ここのブランベールのちょっとボールチェーンの感じをチラッと入れるくらいで、はい、もうこっちの方にフォーカスして、うん、でコーディネートですね、うん、下まで黒で合わせちゃって、さらっと落ち着く感じね、うん、それにあのあ、ロングはなかったか、んオリジナルの、うん、いいや、大丈夫ですか、うん、はいはい、大丈夫です。ブランベールはこういう、はい、このニットウール100のちょっと薄地の生地で、はい、もう、ね、そろそろすぐ使える、高密度の、そう、このボールチェーンのキラキラ特徴ですね、はい、すごいいい値段だけどねいいのよね、これ、こういうのって本当にそう、で上をみんなに着せてあげたいと思うけどね、本当ね、はい、まあこういうタイトスカートなので、まあ上までちょっとピチピチの感じで着ると、もうなんかシルエットが決まりすぎちゃってなかなか難しい部分があるので、その点このニットはちょっとこれ着せてると見えづらいか、張り付かない、あのフィット感ね、そう、体の、うん、ちょっと余裕のある、うんうんうん、シルエットで、た、あの、たごまないしね、たまらないし、そう、たまらない、うん、で、あの、体に張り付かないラインが、はい、そういう生地になってるので、うん、こういうタイプの感じで合わせていただく、うん、もうこの感じで、うん、もうこれでバッチリ、うんうん、もうジャケットでもう文句なしね、うん、それにうちのさ、あのオリジナルの黒のコート着せてみて、ちょっとこっちですか、うん、それ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 、いよいよこの辺のコートの時期になりました、オリジナル、ね、うん、こう、はい、作って今年もしっかりとですね、はい、提案させていただきたいと思います。そろそろこのくらい着れるといいんですけど、いやいや、ね、逆に言うとそのぐらいの感じで着てほしいかなと思います。
感じで、うん、これいいですね。だいぶ前にこれのキャメルで着せてみたんですけど、はい、ここに合わせてって思って、うんうん、ちょっと合わなかった。やっぱりもう黒がいいですね。こういうのあんまり作戦やらない方がいい、うん、あんまりなんか変にこういうところから拾っていくよりかはもう全体でまとめちゃって、うん、こっちにもう目をピンポイントにパシンってくるようにしたらかっこいいです、うん、もうこの感じとかでいいような気がするね、うん、セットアップの上からでもいいしね。このコートがまたいいですし、はい、お持ちの方どんどん使ってください。そろそろ、うん、いい感じで今からがかっこいいですよ、このコートは。はい、ね、そんな感じですかね、うん、あとあれは黒のロングは出してない、オリジナルのあそこに白着せて綺麗じゃない。毛皮を外した感じで今着てほしいっていう。あ、ロングは出してない、ショートしかない。うんうん、ショートだとちょっとイマイチですね。うん、そうそう、ロングの方がこれはかっこいい。で、襟の毛皮を外した感じで、あと毎年やってきた、皆さんほとんどの方がお持ちのシマークオリジナルのケーブル柄のショートとロング、うんうん、ちょっとそれアイロンかかってないけど、うん、毛皮を外して、毛皮を外した感じがね今とっても良いのよ、うん、なのでよいしょよいしょ、少々お待ちくださいね。はい、しかし我ながらなんだけど、はい、シマークのオリジナルっていいね。いいんですね、うん、我ながら、うん、いいね。クシュクシュ襟の半袖ニット、うん、リブ編みの今年一番よく売れてるしね。やっぱり時期とタイミング絶対あるよね。ありますね。着てみて素敵を感じるかどうか。うん。あ、こちら。うん。そう、お持ちの方多いと思うんですけれども、まあ、特にこういう柄のスカートとかちょっと表情のあるやつに、うん、まあ、基本的にこのロングニットコートもショートも何にでも合うんですけど、今ちょっと提案したいんですけど、毛皮を外して使ってください。毛皮を外して羽織るとまた違う、場面が自分の中に見えてくると思います。この感じでちょうどいいです、ね、今いい感じ、はい、でピンときてない方もしかしたらいるかもしれない、うんうんうん、これですね。はい、それです、それです。このラムファーの、うん、はい、そうです、うん、毛皮があってなんぼっていう感じのね、ファッション性なんですけど、なんですけど、うん、今毛皮がないともう使える、しっくりくるっていう感じで、このラムファーなんですけど、はい、今これない感じで、これ外すと、はい、ヘチマヤヒになるので、はい、そうです、そうです。今この感じ、このなんか、はい、このヘチマになったこのラインの取り方もまたいい感じで、はい、ちょっとおすすめですね。はい、おすすめです。まあこのニットとの合わせだと少し時期が進んじゃうんですけど、うん、そうそう、もう中 T シャツの感じで合わせていただければ全然使えるので、はい、でこの編み地もね、こっちの色の方が編み地が分かりやすいので、そうですね、こういうケーブル編みですね、うん、で半分見ていただいている方ほとんどお持ちかなと思いますけど、うん、相変わらずいいでしょう。ですね、はい、大事に大事にしてるデザインです。で外すとこういう感じで、はい、こういうお襟になります。はい、そう、本当に今から羽織る
最優秀な一着だと思います。先日あのブランベールのこの羽織を、もっチャンネルでやもっこチャンネルかでやったんですけど、これと使い方は一緒。あ、こちら、はい今着るおしゃれコーデ6枚ありますよってありがとうございます。そう、ありがとうございます。もうあの毛皮外していただくと全色楽しんでいただけると思います。もうすでにこれ、ね、この時期に、はい、もうぜひ使っていただいて、ね、まだロングの方は、昨日から出したのか。そうですね、ショートは先週から出してるんですけど、まあ、特にね、自分が丘もう評判良いね。そうですね、すでに動き始めてる部分はありますね、はいはい、なので喜んで6色、うん、着替えて着ていただいてください。もう今なら本当 T シャツくらいの感じで合わせていただければいいので、毛皮外すと、あ、なんかやっぱりね、あ、外してもいいなと思ってたけど、本当に外したらもう使えるわっていう感じになると思います、うん、ですね、はい、ついてるとまださすがにちょっと暑苦しいかなっていう部分があったんですけど ね、うん、ありがとうございます。そうだ、6枚も買っていただいてありがとうございます、うん、ありがとうございます。まあそんな感じで、はい、まあこちら、うん、これでいきますかね。いいよね、これもちょっともう一回ベレーかぶしてみて。ベレーどこだったっけ、うん、あれか、うん、でちょっとこう頭にっていうか、あ、帽子とかかぶると、このところずっとキャップがよく本当によく売れてるんで、キャップ主体でやってるんですけど、さすがにもうなくなったね、ブランドリテイル。もうね、キャップ、うん、あれ黒はなくなって、うん、お色あるやつはあるんですけどね、はい、でやっぱりベレーとか、ちょっとだけ帽子かぶったりすると雰囲気グッと上がりますね、うん、ですね、全然また印象が、はい、うん、ね、これだけなんですけど、うん、結構変わるんですけど、これでこの感じでちっちゃいさ、コマカちゃんバッグとか、うん、あの斜め掛けしたりとかして、うん、散歩散歩にね、うん、近くを散歩するのにいいかなと思います。はい、なんかいい感じです。おすすめです、はい、うん、そう、こういう感じで、まあ、全体まとめて、はい、ここにワンポイントで持ってくると、そうですね、より際立ちますので、はい、うん、おすすめです。で単純にセットアップでも一つ一つが完成度完成されているので、うん、単品で使ってこういう感じで、そう、まあ、普通に着回ししていただきたいな、うん、そういう着回しの提案をさせていただいてますですね、はい、まあ、これだけで言うなら上ベージュとかで合わせてもよかったっちゃよかったんですけど、うん、もう黒で引き締めるのがまあ一番これはいけるかなっていう部分ですね、うん、やっぱりかっこいいのはね、うん、全体をこう同じ色で押さえていくと締まるし素敵、うん、それを持って都会的って言うんだよね、うん、好きな色を着ればいいのよ、極端に言うとねあの投げやりとかじゃなくて、うん、まあ、うん、これでピンク の、 あのニットを着たって全然いいし、青を着ようが赤着ようがいいんだけれど、まあ基本的には黒ベースのプリントだと黒をトップスに持ってくると完璧かなとは思います。はい、はい、で次は、いや、そんな感じ、まあ、はい、お値段いきますね、はい、うん、こちらの、はい、ラムファーの、はい、ロングカーディガン、はい、まあ、コートカーディガンみたいな感じですね、うん、こちらが31,900円です。はい、31,900円、うん、でこの色が5色あります。はい、いっぱいあります、はい、こちらの中のブランベールの、うん、はい、100年ニットね、勝手に100年ニットってブランベール喜ぶよね、こう言ってもらうと100年使っていける、うん、こちらウール100、はい、こちら 45,100円になります。 45,100円、めっちゃくちゃいいお値段はするけど、うん、めっちゃいい生地、うん、気持ちいいで今日94歳のお客様が目白に見えて、うん、まあ病的にいろんなブランドを知ってて、うん、はい、全部そうらしくて、今日はね、うん、なんだっけ、あ、あらあらあら、ど忘れした、何ですか、なんか来てたの、そうそう、今日
白黒珍しいんだけど、あれレオナールのジャケットを着て、はい、あのパンツどこだったっけかな、あのもうなくなったけどクリッツァのパンツを履いてて、はい、もうとにかく年に 4,5 回イタリアが好きで行っててって全部今までで140回ぐらい行ったとかいう話をしててね、半端ないですね、うん、もう結構体自体は元気ないんだけどよく見ると目をキラキラ輝かして、うん、まあいろいろ試着いただいたんだけど気に入るのがなかったんだけどね、ファッション談義に話されて面白かっただからね、時間って例えば94年間の年月を過ごしながら94年間分の蓄積があるってすっごい素敵だなと思ってね、うん、なんかそんな話、あなたもすごいじゃないって言われてよく40年もやってるわよってもう確かに40年やってるんですね、うん、そう、いやいやまだひよこですよ、ね、そんな話をとでもすごいなと思いましたね、94歳今日の方初めて 見えましたけどね、女の人の凄さを感じた。着てみたいし、今日はティーラベントのショートのボレロジャケットをウィンドウにディスプレイしてたんですけどね、それ見て入ってこられて、うん、ちょっと着ていいって、あらこれ革じゃないのねって、あ合皮なんですよ、あでも今は革よりもこういういい合皮ってなかなかないぐらいいい合皮でいいわよねってでちょっとそれ通してみていいって試着まで行ったら、うん、あちょっといい感じね、でも私腰っていうか背中が曲がってるからちょうどこう曲がってる背中にちょっとこう丈を取られてマネキンで見る感じよりもより短くなっちゃうからごめんなさいとか、ね、あもう自分を鏡で見てもそういうこともひっくるめて俯瞰して見てられるね、その感覚ってすごいなと思った本当に確かに、うん、あ、そんな感じ、うん、で、もう私ね94歳のおばあちゃんだからっていうから、うん、94歳っていうのはともかくおばあちゃんっていう人種っていうかいませんよって、人は男性か女性かだけです、94年間過ごしてきた素敵な女性じゃないですかとか言ったらなんか喜んでくれてた、うん、100年ニットから話が咲きましたけど、そう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 だから女の人ってすごいなと思うの、うん、男の人で大体もう50、60過ぎていくとほとんどおしゃれな話しなくなるけど、あ女の人はもうね、本当にこう腰が曲がっててちょっと体不自由なんだけど、うん、ウィンドウのディスプレイ見てあらそれ素敵ねって、ショートボレーだよ、フードの、うん、ちょっと着てみたいって、うん、入ってきてもう94でねってあれなんだけどって、あおばあちゃんなんだけどそんな話をしてて、いやいやもうおばあちゃんとか ね、おばさんとかおじいちゃんっていうジャンルはないんですよ、うんうん、女性か男性かしかいないんだからそんな話して結構盛り上がってちょっと最後はね、はい、ちょっといまいちだったんだけど、ね、うん、そのお客様と、うん、はい、すいません余談で、はい、そんな、まあ、100年後も素敵に感じていただける、はい、そういうこと、そういうこと、うん、100年後でもそういう新鮮な感覚を持っていただけるようなニットってあるんですね、うん、男性にはないっていう、うん、なかなか、うん、で、こちらのマーク・ケインの、はい、ダルメシアンのタイトスカートが、はい、よいしょ、こうやって撮ってればいいんだろう、あ、出てた、34,100 円ですね、はい、34,100 円、シワにならない、うん、洗濯も楽で、やっぱりなんかマーク・ケインこのところとても人気あるんだけれど、なんだろう、
やっぱりいいんです。独特の世界観かな。結構、まあ、他に探してもないので。ないんだよね。で、うん、いい値段だなと思いながら、まあ、オーダーもするじゃない、うん、入ってきてみると、インポートって言われるやつって、本当世の中舐めたように高い値段の方がやったら多いよね、どうでもいいダモノっぽいのが。だからこういう完成度高くて、しっかりしたコレクションのブランドでこの値段っていうのはすごいリーズナブルだなって再認識してる姿です。喋、うん、りが多すぎてごめんなさい。なかなか、ね、うん、こちらのジャケット、はい、こちらのジャケットが、はい、71,500円になります、はい、いい値段だけどかっこいい、綺麗、うん、めちゃくちゃ綺麗です。出来がいいって感じね、うん、本当変な表現だけど本当に洋服って感じです洋服、うんうん、それで伝わるかどうかわからないけど伝わるはず、はい、そんな感じ。今世の中に洋服っていうのがないんだもん。キレにもなんないようなもん。まあ洋服って言ったら、ちゃんと体に沿ってまず立体感を取ったパターンの生地とか、まあ、作りとかね、作りとか一つ一つ、うん、全部そういうところすらしていないっていう部分で言ったら、うん、あるかもしれないですね、はい、うん、大好評シリーズ。この秋冬真っ先にブレイクしたホッシーのブラウススカート、ええ、あとワンピースもね代表版でしたけどですね、ワンピも結構なくなってしまって、うん、はい、ガオカにこれが1着のみですな。ブラウスが、はい、ブラウススカートのこのセットアップで、はいはい、あるくらいで、はい、ねえ、綺麗な生地、綺麗なデザイン、かっこいい、ね、こちらも結構再三ねご紹介してるものもあったりするんですけど、はいはい、やっぱりいいので、はい、これをねバラしてコーディネートっていう、うん、まあ、簡単な感じですけれどね。そう、もうこれはなんかこれで着るもんでしょみたいなイメージがかなり強いと思うので、はいはい、こういうものこそいろいろ着回して着ていただくのが、うん、まあいいのかなって。もう これでしか着れないと、なんかどっかお食事行くとかそういう話でしかならなかったりしかねないので、うん、もうそういう時しか着ないわみたいになってもあれなので、うん、まあいろいろ着回していこうっていうことですね、うんうん、ね、これでジョギングはしないけど、そこら辺はね、うん、まあお散歩はしないけど、ちょっとしたコンビニの買い物ぐらいは全然これで行ってほしい。これでね、はい、セブンイレブン、はい、これはセブンですね。正常石井かな。こんな感じで、じゃあスカート、うん、正常石井、うん、あとあれでクイーンズイーステタン目白だと目白、そんなのありました。あるある。ピーコックはちょっと遠くなるからね、うん、こちらこれも綺麗よね。これはもうこのまま何もしなくて綺麗、うん、先日ご紹介しようと思って、うん、尺がなくて諦めた、うん、キャー綺麗。今日目白に見えたね、バイオリニストの方が、うん、今着る服がないってすっごい騒いでくれててこれ良かったなって。今もうこれないんだよね、目白。目白入ってました？うん、入ってない。1号店はね、2号店にあって、1号店に寄ってくれたの。あー、そっかそっか。仲良くね、あの、全員が仲良くさせてもらってる方だけど、うん、これはなかなかいいですよ、この、うん、こちらマークケインの、うん、そう、本当にね、って冬物はいっぱいあるんだけど、今着るのがないのとか言って、今っていう部分がね、なんか暑いんだか寒いんだかよくわかんない中で着れるようなものっていうのはなかなか難しいです。だから楽しいのよこれはメンテルコの生地ですね、うん、ほんと綺麗。
かなりこのテレコリーブの感じすごい伸縮効いて、うん、でちょっとしたゆったり感を持たせつつ、うん、あのラインも綺麗に取ってくれるみたいな、うん、いいとこ取りのニットですね、うんうん、めっちゃ使いやすいです、うん、でこの感じで、うん、まあこのまんまでいいんですけど、はい、この感じで、うん、ちょっとこのブーツとこのベルトの部分を生かして、うん、このベレー帽を、うん、おー、冴えてんじゃない、あのキャップでいいんだけど、うん、ベレーもいいねっていう、そう、キャップないんで、ないはい、そう、結構ね、あのかなり上品に収まるんですけど、はい、この感じで、うん、この使い捨てきれいめに収まるっていうの、うん、なかなか、うん、楽しくないですか、面白い感じで、うんうん、綺麗、こうやってしょばしょ分けてると、うん、なんか全体の、うん、またこのニットとこのスカートをつなげてくれる、うん、綺麗に、うん、これ自体良かったんですけど、うん、こうやってまあワンポイント挟んでいくとよりまとまりがつくのかなっていう部分のご紹介ですね、うんうん、今やもう本当死後になっちゃってる感があるんだけど、うん、かつてのセレクトショップって言われるお店が出始めの頃、きっとこういうような素敵なお洋服を置いてた、そんな感じなんでしょうね一言のように言っておきたい、なんでしょうねっていやいや、だって本当に洋服を置いてるお店がないじゃない、こういう服がねって、以前自由が丘も、うん、あ、こういうお店がいっぱいあったのに、全部もう20年ぐらい前に壊滅しちゃったっていうお客さん多いじゃないそれで最近ね、喜んで来てくれる方が増えてるんで、よしって狙い通りっていう感じだけどいよいよね、うん、いよいよ、うん、でもなんかしみじみと思う、これがやっぱりセレクトショップってもんかなって、自分とこのお店なのにちょっとこう一言のように見てるとしみじみと思う、なるほど、うん、うん、こういうもんだよねっていい服いい服、それをさらっとこうコーディネートする、うん、いい服同士をコーディネートして悪かろうわけがない、まあよっぽど変なやつあれしなければね、うんうん、スカートは合意比、はい、そうなんです、これ透け感があってね、正面から透けないんだ、あ、合皮っていうか、あの生地だよね、ポリエステルか、ごめんなさい、うん、生地です、合皮じゃないです、うんうん、そうです、ポリエステルに特殊な加工をかけているんですね、あの本当表面もサラサラしてて、うん、あの合皮レーザーとか の、うん、あの指の引っかかる感じじゃなくて、うん、そう、ポリエステルだ、こういうね、本当生地なんです、はい、でもう遠くから見るとレーザーに見えるんです、すごい特殊な光沢で、うん、もうほぼ皆さん変わって、うるさい方ほど言う、そう、もうね、ウィンドウで飾ってて、あら、これレーザーなのって、うん、言われるようなやつなんですけど、はい、生地ですね、はい、すっごいですよね、まあ音でわかるかな、うん、あ、そうそう、 あれか、そうです、うん、あれです、そう、あれです、そう、そう、こういう、ね、素晴らしいお客様同士のアンサーそうそう、皆さんレベル高いんですよ、もうなんかさ、将棋のあの講談者同士が盤面を置かないで目をつむったまんま試合ができるっていうじゃないそんな感じ、そんな感じ、そう、うん、そう、これのね、うん、本当綺麗、そう、ぽく見えるんですけど、うん、まあこれって本当こういう着方しかなさそうなんですけど、うんうん、こうやって着てもまたいいんじゃないかなっていう提案ですね、うんうん、着回しとして、そうそう、でなんか割とこう落ち着いた感じなんだけど、こういう落ち着き感もいいかもね、なんか最近俺が変わってきたのかな、わかんない、いい服なのよこうやって、そう、ただまあ
さっきの最初の感じで、うん、もうこれなしの感じで良かったんだけど、うん、やっぱりかなり落ち着きすぎて、うん、個人的にちょっと物足りない部分、うん、少しつまらないかなぐらいの感じだった、うん、まあこうやって合わせてますけど、うんうん、まあこれがちょっとやっぱりきついっていう方には本当にもうこの感じで、うん、いいので、いやもう本当このままでいいと思う。襟ぐり綺麗だもん、ここの立体感、そう、いい服なのよ。ちょっと厚みのあって、うん、ここ襟を持たしてますね、うんうん、ね、そのトップス素敵でした。本当にいいですよ ね、めちゃくちゃいいんですよ。ね、ちょっと先週紹介したかったけど尺がなかった、うんうん、はい、いや本当にね、なんて言うんだろう、見とれるっていうんじゃないんだけど、ああいい服って素敵って、そんな感じ、なんか純粋にいいっていう感じ、そう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 、テンション上がっていいでしょとかそういう感じじゃないの、そう、なんかそう穏やかな気分でうわーっていいよねこれ、こういう感じの服をねって以前置いてたお店、そういうのセレクトショップって呼んでたよねって今が大事だろうみたいな、なんか変なノスタルジーですね。そう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 、いやなんかしみじみと綺麗なのこれ、そうなんかね、じんわりくる感じで、そうノスタルジーっていうかね、過去のそういうのに浸ってるわけじゃないの、うん、だからこういういい服っていうのが本当にね死滅しちゃったっていうのが残念でならない。まあね、自由が丘を席巻したいよね。ねえ、うん、やっていきたいですね。1年8ヶ月、9ヶ月。今月はいい感じで、自由が丘店も伸びてきてます。皆さん応援してください。ねえ、よろしくお願いします。今年、新谷に2人あの中心に頑張っております。うん、今までね、やってくれてた人たちもひっくるめて、うん、あのちょっとずつちょっとずつ芽が吹いて、うん、なんか大きく、開いて行くかな、かなって言って、うん、なんかもう、はい、ライブ締めみたいな感じですけどまだありますからね、はいはい、なんか話がそうもう終わるのかなみたいな、うん、1時間30分あるので紹介しきれなかったのって尺がない、ね、前回紹介しきれなかったの、うんうん、やべっすよね。そうなんですよ、うん、いいんだよね、だから毛皮とか合うんだよねこの感じ、そうこういう感じに、あれこれさっきのラムファーの毛取ったやつなんですけど、うんうんうん、もうなんかこの感じで、うん、黒で合わせてみたら毛を、黒もいいですよね、うん、茶色もなんかすっごい綺麗だけど、なんかリリー映画のリリー・マルレンとかいう感じに出てきそうな感じの服。あ、確かに。すいません、なんかセレクトショップ話、うん、違う違う、尺、あ、尺ね、うん、あ、この感じもいいじゃないね、こういう感じで、うんうん、そう、いいと思う、まあこの感じでいいんですけど、うん、せっかくならまあ本体を着るっていう部分まで考えるとやっぱり茶色かなっていう、そうか、じゃあ本体ちょっと羽織らせてみて、はい、黒だとちょっと下の、うん、このスカートが飛んじゃうかなって思って、うんうんうん、あんた1時間30分もあるのに紹介しなさいよ。受けてるね、本当に。紹介しようと思ったんだけど、なんかさらに20分くらい乗りそうだったから。いや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 。もうなんか2人して1時間30分ボーっとしてやっているんじゃないっていうぐらい。ね、ジャケットがあってない。あれ左右が。あ、本当だ。いやー綺麗だなこれ、この感じで、うん、じゃあこうするとまあ、うん、全体よりまとまって、うんうん、でこのなんか黒もいやらしくないのかなって思いますね、うんうん、2022年カサブランカ、そんな感じだね、カサブランカ2022、うん、そう、2022年カサブランカがそうリメイクされました、
襟ぐりの形が消えちゃうのが少し残念。それも見える、まあ、ここの部分もね、うん、まあ、今着る分にはその上着はいらないからね、まあ、今着る分にはね、そうそうそう、でもこの感じいかがでしょうかっていうところね、はい、まあ、せっかくこれだけなんかこうやってしておくのもあれかなって思ったので、まあ、着るところまで、まあ、一応想定の部分でやってますということで、まあ、この感じで、もうこの少女の感じでいいので、本当に本当にこれ綺麗、本当これ半袖でもうすぐ使えて、ものすっごいテンション効いてるしね、このテロコで、そう、にゃんにゃんなので、そうだよ、こんな感じを探してたんだなって今思った思われた、うん、そう、そんな感じでこのスカートの方はこちらで、うん、まあ次行きたいと思うのでお値段いきますね、ほんと綺麗、こちらのなんだろうね、この綺麗さ、なんかレーザーっぽく見えるけど、うん、ほんとレーザーじゃなくて生地です、すごい光沢の、うん、そう、長く着れるってことです、本当にそういうことです、うん、ですね、はい、こちらのスカートが 35,200円です、はい、で、こちらのマーク・ケインの、うん、メンテレコのリブニット、うん、こちら 29,700円です、うん、本当、あぜが細かいので、なんかリブっていう感じはあんまりないですね、うんうんうん、そう、でこちらのラムファーの、うん、こっちはショートの方ですね、うん、まあ、ジャケットカーデガンみたいな感じ、はいはいはい、こちらが 27,500円になります、はい、27,500円、はい、はい、で次でラスト、ま、ラストっていうか、まあこれの上、うん、はいはい、上の方のコーディネート、うんうん、着回しですね、うん、じゃあ早くやりましょう、はい、いつの間にか1時間20分経ってる、まあ、いつも通りじゃないですか、なんかラビナと君強気だよね、ええ、なんかもうなんかこの時間に慣れすぎちゃって、うん、あ、そういうことか、うん、これこれで素敵ね、うん、ちょっとさっき脱がしたやつをまた着てってやってるの、うん、まだ腕が太い、ね、はい、けどこのパンツかっこいいんだよね、このパンツなかなかいいんですよ、うんうん、またこういうパンツで合わせるとこのブラウスも全然見え方が変わってきて楽しいので、なんかちょっとしたヒントじゃないですけど、そういう感じになってなったら嬉しいなって、でもなんでだろう、今突然思い出したようにさ、はめ込みで言ったんだけど、2020年カサブランカの感じとか、あ、カサブランカ、いや、あの映画のね、はい、好き嫌いとかいうことじゃないんだけど、さっきからベレー帽を使ってるせいか、うん、あの当時の映画のね、当時っていうかそのカサブランカの映画、イングリッド・バーグマンとあのハンフリー・ボガードがさ、うん、やった映画なんだけど、この感じも、感じすらも2022年カサブランカのイングリッド・バーグマンをイメージしちゃう。イメージしちゃう、うん、なぜだろう。ノスタルジーではない。なんでだろう。ウクライナのああいう戦争とかが背景に混ざってるせいか。関係あるようなないようなって感じがします。そう、おそらくないと思うんだけど、でもなんかね、突然。イングリッド・バーグマンの話なんかしたことないじゃない俺、うん、ないですね、うん、突然そんな感じがイメージされちゃったマレー・デートリヒとかは語ってもイングリッド・バーグマンとかは初めて、でもそんな感じ、気品となんかこう凛とした、まあ要するに品性と知性あふれる感じの、うん、まあね、このブラウスとスカートが本当、うん、なんでしょうね、どこにもない、うん、そうだよね、今どこにも見ないような作りで、うん、すごい品性も、うん、
塊の部分があって、それをさらにちょっと、しかも最先端のなんか感覚、うん、最先端に行ってるっていう、品性知性となんかこう好感度、うん、すごい女性なのよこれがそう失礼しました、はい、まあ最後はこういう感じで、うん、かっこいい、まあ、せっかくならパンツで合わせてみようという部分で、うん、こういうフライガールの、うん、はい、まあ、何チェックか分かんないけど、うん、まあ、グレンチェックの、ね、グレンチェックっぽい、うん、パンツで合わせてみました、うん、いかがでしょうかって感じね、うん、これにさっき あの黒の毛皮つけてみて、ウィンドウに昨日マッケインのストールが売れて、うん、あのブラウスにそれ乗っけてやってるんだけどね、やってましたね、うん、なんかやっぱりちょっと面白いね、また毛皮がいいね、部分使いは。そうですね、部分だったらね、うん、なんかカーディガンに毛皮がついてたりとか、うん、コートに毛皮ついてるとまだちょっと重い厚い感じがしますけど、うんうんうん、これ毛皮だけだったらまたちょっと楽しく、うん、これだけあの片っぽにボタンだけつけちゃえば、そのあボタンに、うん、まあ、毛皮だけ使える、このそうループがついてるんだな、ループをね、まあちっちゃいボタンだったら通りますね、うんうん、まあそんな感じで、カーディガンにつける用のボタンループがついてるので、ブラウスのボタンのところにループを通しちゃってってことですよね、うん、あとそれ同士でボタン1個つけてさ、裾で止めるとか、そこのところ、あここに、ね、うん、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういう感じで使っても楽しいかもしれないですね、うん、お持ちの方こういう感じで、こちらのファーの、あの襟襟だ、そう持ってる方はね、そう、あのこういう使いもちょっといいと思います今ウィンドウはこのディスプレイをやっておりますですね、あのこのディスプレイじゃなくてこのファー使いでっていうことですね、はい、そうちょっとこの端の部分だけちょっとピンで留めたりとかして、うん、そうです、そうです、ここをキュッてそうです、そうです、してあげると、うん、まあいい感じですよね、うん、いい感じです、そうこの感じ、この感じ、うん、なんかいいじゃない、新鮮ね、はい、あこうするとちょっとブラウスの部分が隠れてしまう、うん、まあこんな感じで、うん、そんな感じですか、そんな感じですかね、はい、取らない、うん、やっぱり今年はあのキャップの延長上じゃないけど、冬こういうベレーキャップ、うん、もっとどんどんかぶっていただくといいかもしれないね、うん、表情が随分変わります、うん、ちょっとそのフライしてる部分がね潰れちゃうけど、まあどっちにしても可愛いんじゃない、こんな線も、うん、もうすごいね、モッチーさんの待って掛けに挑戦かダブルはやんないけどこのくらいでちょっと、はい、まあ、うん、カジュアルに、うん、やってもいいかもね、うん、はい、そうまたこのブラウス、うん、最初のスカートとだと全然イメージつかないところだと思う、うん、こういう合わせは、うん、もう全く印象180度ガラッと変わるので、はい、ただ品性損なわずかっこいい、うん、上品に、うん、綺麗かっこいい感じで、うん、合わせてみましたって感じですね、はい、そんな感じですね、はい、はい、じゃあお値段いきます、はい、こちらのブラウス、はい、こちらが29,700円になります、はいはい、すれば肩のラインまで隠せるのか、うん、どっちの方がいいかわかんないけど、うん、あその方がいいね、これちょうど隠れますね、うん、はい、でこちらのフライガールのパンツ、はいはい、こちら27,500円になります、はいはい、このパンツ綺麗 ね、うん、なんかブーツでオーバーでいいですし、なんかちょっとブーツにインしてもかっこいいですね、うんうん、このパンツは、うん、インしてもいいかも、まあ女性にとっておしゃれは永遠の楽しいイベントですね、イベントですか、うん、心の活性化、うん、そう頭の活性化ひっくるめて、
美容の一番大事な部分かもしれない。今日のほらそのねお客さんの94歳って自分から言ってらっしゃったけど、開くことのないなんかこうやっぱりおしゃれに対してのなんかこう興味とか、うん、あ着てみたいとか思う気持ちがやっぱり女性をいつまでも元気に輝かしてくれるんじゃだなって再三今日思いました。感想、まあ、そんな感じ。本当にびっくりしたの、ね、はい。セットアップで着るより面白いですね。真似します、ありがとうございます。ね、ぜひぜひ。一番ありがたいね。あ、お持ちなんですね。そうそう、真っ先だった。うん、ありがとう。あの段ボール開けた瞬間、あ、それって。これって。そう、はい。いつもありがとうございます。もうセットでね、もちろん綺麗で、またもう本当いろんな場に使えたりするんですけど、こうするともう全然雰囲気変わるので。うんうん、そうですそうです。ね。着回しするっていうセットアップがあのこれからの本筋なんですけどね、うん、モード系トレンドとしてはセットアップ、あの単純にセットアップ、その中の手こなしとかそれは一番大事なことなんだけど、うん、セットアップっていうのがあのトレンド の, あのキーワード、うん、間違いなくね、なんですがあえてそれをバラして着回していくっていうことがおしゃれの楽しさじゃないかと思いますので、今日はコトキライブで少しバラした感じのコーディネートですね、はい、やってもらいましたね。いい感じでできたと思います、はい、もうせっかくなので上下でねいろんな使い方楽しんでほしいので、はい、参考になったなら嬉しいです、うん、あの なったと思うし、皆さん参考にしていただければなと思います。いい感じで、うん、あの提案できたと思います。割ともうすぐ明日から使える感じなので、うん、そうですね。あとあのもうお手持ちにあるシマークオリジナルの、うん、ニットジャケットとかパーニットジャケットとか、うん、あの今回は今までそういう提案してなかったんですけれども、うん、あえてこの毛皮を外して毛皮をパーツとして使ってみてはいかがでしょうか、またねお持ちの部分で楽しめますよということと、うん、もう一つは毛皮を外した状態で今着るに最適なジャケットになりますので、お持ちのこのファーニットジャケット、ファーニットコート、今でしたら毛皮を外して着てみてくださいと、まさにジャストタイムです。この感じのヘチマエリの感じでね、はい、そう、うん、もうそのままジャケットになるのでね、これ厚みを持たせてて作ってますから、カーディガンというよりはニットジャケットなんです。そうそう、その感じその感じ、君右と左の長さがいつも合わない、はい、うん、その感じです。そういう感じです。そうですそうです、もう着れるので、うん、お手持ちあのぜひぜひこういう使い方からスタートしてみてください、うん、この ね10月、特にもう9月の末か、そうですね、もう9月末、うん、10月に入っていくのに、はい、この感じ、うん、もうランファー外しちゃえばもうこんな感じで使えたりするので、そうもう使えます、ちょうどいいと思います、うん、はい、これあってなんぼではあるんですけど、はい、それあるとも最高、もこれは最高にいいですけどね、外した部分で、あ、ひょうたんからじゃなくて、目からどこかひょうたんからここまでは出ない、なんか混ざってますね、ヘチマとね、目からどこ、うん、外すともう今まさにタイムリーです、はい、はい、こんな感じでおすすめです、はい、いいねこれ使いますね、うん、すごい素敵、はい、はい、ではそんな感じで、はい、今回はセットアップをいろいろ着回してコーディネートしてみました、はい、お持ちのいろんなセットアップもなんか、はい、そうだね、そう試して、はい、でもやっぱり分かんないってなったらなんか、はい、気軽に伺っていただけたらと思いますね、もう LINE なり何なりモッチーさんの LINE でもシマークの LINE でも、うん、これどうやってできたらいいかなとかね、もしお悩みのセットアップとかいろいろ、まあそれに限らず、手持ちのお服、ちょっとこれ、今着たいんだけど、どうやって着たらいいかしらとかいうのがありましたら、何でも、そう、わからないものです。やれることは何でもやります。はい、シマークはそれだけは自信持って、
あ、全てに自信あるんだけど何でも相談できると思いますので、ですね、はい、なんか結構ね、せっかく買ったんだけどこれどうやって着たらいいのか分かんなくて、うん、クローゼットにしまったままだわとかいう話結構聞いたりするので、うんね、そういうのもね、うん、聞いていただけたらと思います。はい、はい、ぜひです。はい、はい、今晩もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次回は明日？明日か。明日やりますか？やるに決まってるじゃん。もっちーさんだよ。もっチャンネルか、もっこチャンネルか。もっこチャンネル。はい、いろいろ呼び名もあってね。はい、明日はもっこチャンネルです。シマーク目白の方のインスタライブで、はい、20時、午後8時、はい、から、はい、インスタライブやりますので、はい、ぜひそちらもご覧ください。はい、10分で終わる予定が向こうのライブも小1時間になってきましたね。ライブってどうしても長くなっていきますね、はい、不思議ですね。はい、終わりましょう。今晩もご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。それではいきます。はい、せーの、 This is the fashion。 ありがとうございます。はい、本当にいつもありがとうございます。これいいよね、うん、とても良い。着せて帰ろうか。これで着せて帰りますか、うん、いいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、ぜひ真似してみてください。うん、失礼します。はい。